フレーミングハムはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口68,318人であり、マサチューセッツ州の町では最多である。1700年に町として設立された。CNN の雑誌マネーの2012年アメリカで住むために最適な場所リストでは 第36位に入った。フレーミングハムはオールドコネチカットパスと呼ばれる古代の道沿いにあり、1647年にサドベリー川西岸にジョンストーンが入植したのが開拓の始まりだった。1660年、マサチューセッツ湾植民地の役人であり、イングランドのサフォークにあるフレームリンガム出身だったトマス・ダンフォースが、ダンフォース農園のある土地の払い下げを受け、 一万五千エッカー以上となる資産の蓄積を始めた。ダンホースは町の法人化については断固として生願を出すことに抵抗したので公式の法人化はダンホースが死んだ。翌年の1700年になった。イングランドのフレームリンガムの綴りの L がなぜ落とされたのかは不明である。最初の教会は1701年に組織され、1706年には最初の教師が雇用され、 最初の高級的学校舎ができたのは1716年だった。1775年2月22日、イギリス軍のトマス・ゲージ将軍が2人の士官と、ボストン出身の兵士1人を派遣し、ウースターに向かう道路の調査を行わせた。フレーミングハムでは、それらのスパイがバックミンスターの酒場に立ち寄った。彼らは、町の民兵が建物の外に集合する様子を観察し、 その数に驚いたが、その訓練度合いには印象を受けなかった。その訓練後に、全中隊が酒場に入ってきたが、主官たちは見破られないように工夫し、翌日もその任務を継続した。4月18日から19日、ゲイジはその道路沿いに行軍を命令せず、その代わりにコンコードに向かうよう命じた。フレーミングハムはそれに続いたレキシントンコンコードの戦いに、 二個中大約130名の民兵を派遣した。その中で一名が負傷した。南北戦争につながる時代、フレーミングハムは奴隷制度廃止運動家が毎年集合する地点になった。1854年から1865年の毎年独立記念日に、マサチューセッツ反奴隷制度協会が現在のフレーミングハム中心街に近い。 ハーモニーグローブと呼ばれるピクニック場で集会を開催した。1854年の集会では、ウィリアム・ロイド・ガリソンが1850年に成立した逃亡奴隷法、それを強制する判決文、及びアメリカ合衆国憲法の写しを燃やした。その日に出席した他の著名な奴隷制度廃止運動家としては、ウィリアム・クーパーネル、ソジャーナ・トゥルース、ウェンデル・フィリップス、ルーシー・ストーン、 ヘンリー・デイビッド・ソローがいた。第二次世界大戦後のベビーブームの時代にフレーミングハムは他の多くの郊外地域と同様に人口と家屋の大きな増加を経験した。この時代に建設された家屋の多くはスキップフロアや農場風の家屋で構成されている。フレーミングハムは心臓病の研究で知られる。 また1844年に宝石とウォッチボックスのメーカーとしてアーロン・ラフキン・デニソンが設立したデニソンマニュファクチャリング社で知られる。デニソンは近くにあるウォルサム時計会社でアメリカ式時計製造のパイオニアとなった。その兄弟であるエリファレット・オフ・デニソンはその会社をかなりの大きさの複合企業に育て1990年には合併してアベリー・デニソンとし、 本社はカリフォルニア州パサデナに置き、フレーミングハムには活発な事務所を置いている。フレーミングハムは2000年にその創立300周年を祝った。フレーミングハムの第一音説は A の超音 A と発音される。正確にはフレーミングとハムの二語を合わせた形で発音されている。フレーミングハム町は 北緯42度17分59秒成形71度25分35秒、北緯42.29972度成形71.42639度、2に 71. 4 2 2 9 9 7十7 1 4 2 6 3 9に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は26.4平方マイルであり、このうち陸地25.1平方マイル。 水域は1.3平方マイルで、水域率は4.99%である。フレーミングハムはマサチューセッツ州東部にあり、ボストンの西20マイル、ボストン市とウースター市の中間にある。町の西はサウスボロ町とマールボロ市、南はシャーボーン町とアシュランド町、東はネーティック町、北東はウェーランド町、北はサドベリー町に接している。 フレーミングハムの街の中央をマサチューセッツ修道9号線が東西方向に貫通している。サウスフレーミングハムには中心街、コバーンビルとローカービルのビレッジ、セーラムエンド道路がある。ノースフレーミングハムにはノブスコット、パインフィールド、リジフィールド、サクソンビルの各ビレッジがあり、フレーミングハムセンターが入っている。一家は2010年の国勢調査による 人口統計データである。フレーミングハムでは、ブラジル人移民が大きな存在になっている。1980年代から、ゴベルナドール・バラダレスという単一都市から、大勢のブラジル人が移ってきた。フレーミングハムは、マサチューセッツ州法第40章 B に規定する10%に、合致する数少ない町の一つである。収入の中央値の70%のレベルにある。 人々を対象にした購入可能な家屋価格の規定である。この第40小 B の規定に加えて収入中央値の30%のレベルにある人々を対象にした高い比率の賃貸住宅もある。周辺の町よりも賃貸住宅の比率はかなり高い。州全体を見ると賃借者の収入中央値は住宅所有者の収入中央値の47%であり。 ミドルセックス群では50%を少し上回る程度である。フレーミングハムでは賃借者の収入中央値は33,626ドル、住宅所有者の収入中央値75,040ドルの45%である。サウスフレーミングハムの住宅は一戸建て住宅が多く、敷地面積は0.5エーカーであり、他に多世帯家屋やアパートがある。 町の購入可能な家屋の多くは、修道9号線の南にある。しかし、サウスフレーミングハムの西側、セーラムエンド道路周辺には、多くの大型一戸建て住宅がある。この地域は一連の貯水池やサドベリー側によって、サウスサイドの大半から分離されているので、サウスフレーミングハムにあるとみなされていないことが多い。また、ラーニド池やクレアソン池の園、 中心街に近いコンコード通りやユニオンアベニュー沿いには多くの大型ビクトリア様式家屋がある。さらにサウスフレーミングハムの西側、修道9号線沿いには町のアパートの主要部となっている多層街アパートがいくつか並んでいる。ノースフレーミングハムはもともと大半が農地であり、第二次世界大戦後に0.5エーカー以上の土地に一戸建て住宅が建てられてきた。 イーストサイドにあるサクソンビルのビレッジは古い工場地帯であり多くのビクトリア様式家屋もあり元の砂利採取場に600個以上の新築家屋を作る大規模開発が行われているウェストサイドにあるノブスコットのビレッジは地域の平均住宅価格よりも高い家屋が多いノースサイドにはいくつか小規模アパートがあるがその大半は集合住宅に転換されてきた 1950年代と1960年代、ノブスコット、パインフィールド、サクソンビルの各ビレッジはカンパネリカンパニーが建設した数多いスラブと高床の農園風住宅がある。これらの住宅は古典的で似たようなタイプの家屋であり、外観も部屋割りも同じである。6種、内し7種の住宅があり、その大半は部屋割りが L 字に似ているために、 カンパネリエル、ランチと呼ばれている。その建設当時、これら住宅は住宅を所有するという、アメリカンドリームの典型と見られていた。今日では、質素な家屋と見られている。今日、フレーミングハムの大半は、北西部4分の1を除いて開発され尽くしてきた。この北西部では、井戸と汚水処理タンク方式を持つ人々が多く、大量の岩盤があることとも合わせて、 未開の土地の大半も開発が妨げられている。町マネジャーは調整委員会に雇用され、調整の日々の運営を管理し、委員会に報告している。町マネジャーは人事の採用、解雇に責任がある。フレーミングハムが強い町マネジャーを持つ以前、町マネジャーには雇用、解雇の権限がなく、当時は3人の委員だった、調整委員会の指示で動いた執行管理官が、 日々の管理を行っていた。フレーミングハムは18の選挙区に分割されている。各選挙区からタウンミーティングの代表12人ずつを選定している。その任期は3年間である。アメリカ合衆国の中でタウンミーティング方式を採用している町としてフレーミングハムは人口最大である。タウンミーティングは町の立法府として機能することに加え、地区割りの権限もあり、 選挙区を定義し、また土地収用件については承認を得る必要がある。フレーミングハムのタウンミーティングは合計7つの常設委員会がある。各委員会には18選挙区のそれぞれからタウンミーティング代表を委員とすることができる。各区の代表は委員会の委員を毎年選出する。委員会は次の通りである。これら常設委員会は 地域社会の関心があるタウンミーティング議題の各条項について審査しタウンミーティングに対して推薦を行う責務がある。指名で選出される町の委員会や理事会のほかに町の有権者から直接選挙で選ばれる7つの委員会がある。フレーミングハム教育部は1706年に最初の校長に女子は姫上イ女裁を雇用した時にその歴史を 遡ることができる。フレーミングハムは最初の校長を雇ったが独自の学校の建物を得たのは1716年になってからだった。最初の高校であるフレーミングハムアカデミーは1792年に開校したが、この学校は財政問題と私立学校に町が資金を提供することの妥当性で並行することになった。 最初の町が運営する高校は1852年に開校となり、町の様々な場所を移りながら連続して運営されている。フレーミングハムには14の公立学校があり、フレーミングハム公共教育学区に属している。この学区には、高校として、フレーミングハム高校、中学校3校、小学校9校、およびブロックスプレスクールがある。この学区の主事務所は、 フラックドライブ沿いにあるフラー管理ビルに入っている。また、ウォーター通り沿いのキング小学校にも事務所がある。町は地域職業訓練校と地域チャータースクールも所有している。フレーミングハムにはサミットモンテッソリ学校、サドベリーバレー学校など私立学校もある。教区学校はマリアン高校など3校、ユダヤ教のデイスクール1校、特殊学校も数校ある。 フレーミングハムがその学校をアップグレードさせ始めた1998年から、カメロン中学校、ウッドロー・ウィルソン小学校、マッカーシー小学校、フレーミングハム高校を改修してきた。財政の問題あるいは人口減少のために、先延ばしにされていた、公立学校の校舎二棟が、メトロウェストユダヤ教、デイスクールとマサチューセッツワン、コミュニティカレッジに貸し出された。 現在は使われていない校舎がいくつか売却された。フレーミングハムには、フレーミングハム州立大学、マサチューセッツ湾、コミュニティカレッジのフレーミングハムキャンパスなど、3つのカレッジがある。フレーミングハムは、州中央部の商業中心である、ウースター市とニューイングランド最大の港のある、大都市圏ボストン市のほぼ中間に位置している。 鉄道や高規格道路がこれら大都市と都市圏にある、その他の町を結んでいる。定期国際便の発着する最寄り空港は、ボストン市のジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港であり、フレーミングハムからは25マイルにある。約27マイル離れたウースター地域空港からは、2013年11月に、フォートローダーデールとオーランドへの定期運航を始めた。 パークライドのサービスには次のものがある。フレーミングハムにはトミーズタクシーとタウンタクシーのタクシー会社2社があり、地域をカバーするリムジーンの会社も数社ある。フレーミングハムの町内を週間高速道路1本と修道4本が走っている。フレーミングハムの経済は小売業とオフィス施設から圧倒的に推進されている。小さな製造業や配管、機械、 電気工事などの事業所は似たような大きさの街に見られるようなものが参加している。街の中に事業地区が3カ所ある。すなわちゴールデントライアングル、中心街、サウスフレーミングハム、ウェストフレーミングハムである。さらにフレーミングハムセンター、サクソンビル、ノブスコットの各ビレッジ、また、修道9号線回廊沿いに小さな事業地区がある。 ゴールデントライアングルは当初、フレーミングハム東部の3平方マイルの地区だった。ウースター道路、コチチュエート道路、ネイティック町のスピーン通りが境界だった。1993年、修道30号線の北に BJ のホールセールクラブとスーパーショップストップが建設されたことにより、この地域が従来の三角形の境界を越えて拡大を始めた。現在は、 当初の地域に加えて、オールドコネチカットパス、コンコード通り、スピーン通り、修道30号線の北の一部を含んでいる。この地域の大きさと複雑さのゆえに、フレーミングハムとネイティックの領庁は共同で同様な地域割りのある一つの地区として運営している。ニューイングランドでも最大級のショッピング地区となった。この地域は1951年にショッパーズワールド、 モールが建設されたことで形成された。このモールは国内では第2位となる大型屋外ショッピングモールであり、ミシシッピ川ワイ島では最初のものだった。このモールは地域に他にも多くの小売業、建設計画を誘引することとなり、1961年にマーシャルズ、1966年のカルダー、1960年代のブラッドレス、 1970年のルート30モール、AMC フレーミングハム15、1978年のフレーミングハムモール、およびローズと続いた。ネイティックでの補完的な開発には、1966年のネイティックモール、1960年のシャーウッドプラザ、1978年のクローバーリーフマーケットプレイス、さらにザホームデポがあった。 1994年、ショッパーズワールドモールが解体され、ショッパーズワールドと名付けられた商店街に変わった。このトライアングルの中にはホテルが7軒、車のディーラーが2軒ある。小売業の店舗に加えて、トライアングルの中にあるいくつかの会社の本社を含め、地域には大型事務所ビルの開発もあった。TJX の世界本社は、 中道30号線とスピーン通り交差点にあり、1IDC の主オフィスもある。その他、ディスラプタービーム、ブレイヤーズ、レガット、マッコール、アメリカ心臓協会、アメリカガン協会などもこの地域に施設を持っている。ボストンサイエンティフィックの本社がネイティックにあり、旧カーリング・ブジュアリーの建物と、元プライムのパークウェイ複合施設にある。このトライアングルの内や、 それに沿って、大型オフィスビルが一ス以上ある。メモリアルビル、フレーミングハムの町役場中心街地域は、コンコード通りとユニオンアベニューの交差点によって、形成されたメモリアル広場と呼ばれる Y 字型のロータリー交差点の間にある。その北には、アービング通りとホリス通りの交差点に対象となる交差点がある。この地域は、 ウェイバリー通りとマサチューセッツ湾交通局の通勤線で2分されている。中心となる建物は町役場であるメモリアルビルである。地域全体についてユニオンアベニューとコンコード通りの交差点を数百万ドルをかけて再建途中にあり、ロータリー交差点がなくなって信号が規制する交差点になる。アービング通りとホリス通りの交差点にも信号が設置され、 地域の古い信号機は上級化もされる。速道もすべて置き換えられ、照明が更新され、ベンチや自転車ラックなど、新しいアメニティも設置される。この計画は2012年に始まるよう計画されて、いたが2014年から2015年にまで遅れた。サウスフレーミングハムは1880年代に鉄道が開通して、町の商業中心になった。 デニソンマニファクチャリングができ、元ゼネラルモーターズフレーミングハム組み立て工場もできたが、1980年代後半に、これらの工場が閉鎖された後は、経済不況に陥った。2000年代初期から、ヒスパニック系やブラジル系移民が流入し、地区の再活性化が始まった。ブラジルやスペイン系を対象にした小売店とともに、レストランや法律と金融のサービス、 町の事務所と図書館、美術館、警察署があり、社会保障局の支所もある。アジア系やインド系の店舗やレストランが追加されて、民族性の香りが多様になり、多くの小企業、レストラン、自動車関連の店舗が、西部のウィンター通りの東のネイティックから、ウェイバリー通りに並んでいる。2006年、フィッツマーケットヒメンウェイのビルディングファサードが、改修工事を始めた。 これら改修された構造物は2006年マサチューセッツ州歴史委員会保存省の復元復旧部門で表彰された。さらにアーケードビルディングや元デニソン、ビルディング複合施設を巻き込んだいくつか小売りと住宅のプロジェクトが計画段階にあるか工事中である。フレーミングハムのウェストサイドにある事業地区は主に修道9号線沿いテンプル通りで始まるところにある。 二つの大きなオフィス産業団地が支配的である。修道9号線の北側にあるフレーミングハム産業団地と南側にあるフレーミングハム技術団地はどちらもアシュランドとサウスボロとの境界にある。ボーズとステープルズインクがこれらの団地に世界本社を置いている。コンビニエンスストアチェーンのカンバーランドファームズも同様である。さらにネテザ、現在無、キャピタルワン、 CA テクノロジーズ、ITT テック、さらに地元新聞のメトロウエストデイリーニュースといった企業がここに施設を置いている。フレーミングハムにある自動車ディーラー7店のうち2店がウエストフレーミングハムにある。フォードとトヨタ、サヨンである。修道9号線のテンプル通りから産業団地まで多層階のアパートや集合住宅が並んでいる。これらの建物は フレーミングハムの集合住宅の大半を代表するものであり、事業用複合施設とともに、ウェストサイドにおける支援サービスの大規模ネットワークを創設してきた。フレーミングハムの二つ目のスーパーストップショップスーパーマーケット、多くのレストランとパブ、シェラトンとレジデンスインバイ、マリオットホテル、さらに大型デーケア施設はすべて、 修道9号線のテンプル通りからアシュランドまで2マイルの部分にある。フレーミングハムセンターにあるコモンフレーミングハムセンターは街の物理的かつ歴史の中心にある。修道9号線とプレザント通り、ハイ通り、メインストリート、エジェル道路の交差点で形成され、中心的存在はフレーミングハム州立大学である。この大学には数千人の学生がおり、 その約3分の一はキャンパス内に住んでいる。1960年代後半、マスハイウェイが高架橋のある交差点に置換され、下の修道9号線は地方道路となり、旧センターの小売事業地区の南半分を破壊した。残りの半分には、いくつか小さな店舗、レストラン、不動産業者、法律事務所が残った。センターの東側にあった。 旧ボストンウースターストリート鉄道駅は1980年代初期に商店街に転換され、センター郵便局といくつか小さな店舗が入った。センターはワントーエジェル道路、歴史あるビレッジホール、ジョナサン・メイナードビル、フレーミングハム歴史センター、銀行通行、中華料理店、アメリカンメディカルレスポンス救急医療ステーションと、 マッカーシーオフィスビルでまとめられている。ノブスコットのビレッジは、ウォーター通り、エドマンド道路、エジェル通りの交差点にあり、またパインフィールド、サクソンビルのビレッジは、コンコード通り、ウォーター通り、セントラル通りの交差点にあり、いくつか、小さなオフィスビル、商店街、ガソリンスタンドがある。サクソンビルには元ロックスベリーカーペット車のビルがあり、現在は、 産業団地になっている。さらに、修道9号線の修道126号線立体交差からメインストリート、エジェル道路までの部分は開発が進んだ。アキュラ、シボレー、日産自動車の自動車ディーラー3点、様々な大きさの商店街いくつか、多くの小さなアパート、小さなオフィスビルいくつかと、その他小さな店舗やレストランが、 中道9号線をフレーミングハムの使用、商業を通りにしている。街には他にも小さな小売地域や施設が広がっている。例えばウェイト、アベニューやフランクリン通りの近く、コンコード通りとハートフォード通りの交差点、スクール通り沿い、ハミルトン通り近くである。フレーミングハムには、公共、教育、政府アクセスのケーブルテレビがあり、またアクセス。 フレーミングハムという地元発のテレビ局もある。住民は地域社会の個性を反映した独自の番組を制作することができ、パブリックアクセスのケーブルテレビに流すこともできる。フレーミングハム高校は生徒が運営するテレビ局がある。朝のニュース番組フライヤーニュースは11の全国高校エミー賞を獲得してきた。フレーミングハムは町政府のチャンネルを運営している。 朝政府がスポンサーとなる番組を提供している。委員会の会合がライブで流され、住民に政治への参加を促している。フレーミングハムには街中の公立学校と公共公園に多くの運動場と公共施設がある。レクリエーション施設の多くはニューディール政策の時代に市民保全部隊によって建設された。ガーデン・ンザ・ウッズ・クリスパス・アタックス。 アメリカ独立のために最初に殺された人物、ありがとうございます。